世界遺産アンコールワット、いよいよ今日から、ご覧いただきます。まずアンコールワットのですねハイライトは、雨季と乾季、雨季は無理なんですけども、乾季にはちょうどアンコールワットの真後ろから太陽が昇ってくるという、これを見るためにですね朝5時に門が開きますので、この5時を目指して、まあ、観光客が押し寄せるわけです。私もその一群に加わってみましたが、これちょっと見ていただいたら分かりますけど、まあ、大半映像は真っ暗なんですが、コメントだけ聞いていただいたら分かりますが、間違って起きちゃったんですよ。現地の時差をちょっと1時間勘違いしてたんですね。そのあたりの顛末は見ていただくと、あ、こういうことだったのかと分かっていただけますけれども、まあ、これ皆さん行かれる時に絶対参考になりますんで、はい、世界遺産、アンコールワットの夜明けです。午前5時、ちょうど5時になりましたね。午前5時、アンコールワットの夜明けを見に行きます。早起きしました。つくづく拾いました。片道5ドル、まあ、昨日ホテルで予約しようと思ったら片道10ドルって言われましたから、まあいい取引じゃないかと思います。まあ5ドルは正直外国人価格で高いのは分かってますけど、まあいいとこでしょう。はい、でアンコールワットに向かいます。今日の日の出は6時、48分ですから、まあ、だいぶ時間には余裕がありますが、チケットが5時間使えますから、まあ、とりあえずは入れる時間に入っておこうと、そういう感じですね。午前5時19分、ゲートがまだ閉まっているということで、ここでゲート空き待ちです。実はここに入ってくる前にですね、森の中にチェックポイントがありまして、5時から使えるチケットなのにチェックポイントに人が来たのが5時10分で、そこを通過して、もうすぐそこがアンコールワットなんですが、まあ日の出が6時48分ですからね、多分今日一番乗りが私だと思います。早く来すぎました。知ってりゃもうちょっと遅く来たんだけどね。でもこの独特の兄ちゃんは親切です。ずっと一緒に待ってくれてますから、はい、まあ当然ちゃ当然ですけど、まだ金払ってませんからね。さあまあ見やがれってんだ。そういう話じゃないか。真っ暗です。はい、人家にところどころ明かりがありますが、はい、基本この国は夜になると真っ暗です。はい、トゥクトゥクの LED 照明に照らされて、はい、これ今私のこっちカメラ、こっちは多分、はい、そんなことになってます。誰もいません。ちょっと早く来すぎたかな。5時半を過ぎてぼちぼち検問所に人が集まり始めましたけど、まだゲートが開く気配がありません。いやー早く来すぎたね。30分は確実に早かった感じですね。ゲート開かないと先進めません。でも先進んでもどっち転んでも真っ暗です。はい、はい、5時40分ようやく誰か来たそうです。あ、でも関係ないのか。いつになったらゲートは開くんでしょうか。でもちょっとなんかバタバタし始めた感じがします。バイクは入ってくのにね。入ってくバイクは警察官だそうです。ああ、 OKOK, thank you. ああ、やっぱこっから歩くんだ。しょうがねえの、これ。Yeah, the life works all for you. Yeah, I have. Thank you. OK, thank you. Thank you.You don't want to wait for you? Maybe I'll back. Okay, thank you very much. Thank you. でここからはやっぱり歩けということで、
Ah, Coca-Cola, Pak. Okay. Angkor Wat, this way? Angkor Wat. Ang prat pel tu biasa naik lau ah. Ah. Cuy je. No. Straight. Okay. And then you see Cha Antuang. Okay, thank you. なんだ、結局ここから歩くんだ。あ、すげえ満天の星だ。なんか懐中電灯がいるって言われたな。懐中電灯がいるって言われても真っ暗だかね、こりゃ。じゃああの兄ちゃんはなんだ、あそこで待っててくれただけか。はぁ、俺は一人だったらどうにもなんねえ。どっち？真っ暗だがね。どうしたらいいの僕は。あ、懐中電灯売ってるからみんなそっちに歩いていく。アンコールワットツアーの人が出たらその人についていけって感じだな。すげえ満天の星だ。多分このカメラでは映らないと思いますけど、すごいっすよ。あ、北斗七星。北斗七星っていうことはこっちが真北ってことですね。あら、北極星か。はは、あら、北極星なんだ。いや、綺麗っちゅうかなんちゅうか、さすが真っ暗。どっち行ったらいいの？多分このカメラでもあの東側に光るあれは何の星？めちゃめちゃ明るいね、あれ。惑星か。うわ、真っ暗。僕は一体どうしたらいいの？あ、ここワンコールワットの入り口だ、多分。いや、だけど誰もいなくて怖くて入れないよ。お、階段がある、階段が。きっとこれ上がってくんだ。違うのかしら。僕はどこにいるの、これ。真っ暗だがね。あっちか、もしかして。何？行けって言われても真っ暗だから行く、分かんねえし。Thank you.This way? はい、この辺りで照らしてくれました。なんか堀があります。こっち行けと。こっちっつーだってどっち？はい、こっち。あ、これか。
これを渡るんだ。真っ暗で何も見えませんが、どうも真っ暗で何も見えないね。これってどう俺初めて来たんだけど、何がどうなってんの？ここ橋があって、ほうほう、まっすぐ行って左に行って、本当はここ真っ白にアンコールワット見える。ほうほう、今あそこ橋直していて、ほうほう、だからこっちかふわふわする橋、ほう、入れる橋を張ってアンコールワット。こっから今日が明けるとアンコールワット見える位置、見える、真っ白に、あ、真正面に見えるんだ。今なんとなく見えますよ。黒い左側に3本。ああ、結構遠いね。遠い、ある。結構。これでここ何時から入れるの？5時、あと10分ぐらい。え、だってもう5時ってもう6時じゃないの？違います。6時じゃない。え？何時間じゃないそれ？今は4時42分。あ、今ここ4時42分なんだ。はい。あ、中国で1時間ずれてる。完全に1時間間違えてた時間。ああ、そう。日本からだと2時間で、中国から1時間。そういうことか。そもそも時差間違っ、おかしいな、俺の iPhone の時差はこの時間だったから。タイムチェンジしてないかもしれないです、現地で。ああ、そう。完全に1時間間違ってたんだ。え、で、5時になるとここは開くので、みんなどこどこ中入ってくる。1時間間違っていたということが判明しました。今が4時55分ぐらいです。続々、はい、サンライズツアーの人たちが集まってきました。ね、こういう感じです。一人ずつチケットを出せということらしい。おお、そういう。But today, second day, I make a hole. なるほど、こうやって。橋は、なるほど、フローティングブリッジで歩くとふわふわします。池に浮いてるんですね。なんか発泡体をこう下に並べた感じで、だから水に浮いてる橋です。まあ要するに雨季になっても水位が変わっても水の上をこうやってふわふわ渡っていく感じですね。金星がすごい綺麗に竹の明星見えてます。なるほど、サンライズツアーというのはこういうものか。でも結果的に1時間早く来たんで、バッチし5時開門に間に合いました。そうだろうな、いくらなんだってそんなにサボらないよな。まだここふわふわした池に浮かぶ橋の上です。
先行する人のヘッドランプがなければ全く何も見えないところですね。よいしょ、ここで人が二手に分かれました。どうなんでしょうか。なんかあちこちにシルエットで遺跡が浮かび上がってます。あ、なるほど、同じところに合流しました。もう朝から、朝の5時から商売してます。偉いね。朝の5時からコーヒー注文取りに来てます。土産物屋とカフェがあんなところに。あ、ここで全員立ち止まりました。もしかしてここが、これしかしこの時間から日の出まで待つのは大変です。この時には一日座る。よいしょ。ああ、どっかいせ。日の出まであと1時間、ちょっとずつ空が明るくなってきました。それにしても、私来た時には誰もいない感じだったんですが、いやすごい人になってきました。みんなカメラ向けて大変です。